アクチベーターは遺伝子の転写を増加させるタンパク質である。アクチベーターは遺伝子発現をまさに制御すると考えられており、遺伝子の転写を促進する機能を持ち、一部の場合では遺伝子の転写が起こるために必要である。アクチベーターの大部分は DNA 結合タンパク質であり、エンハンサー、またはプロモーター機にエレメントに結合する。 アクチベーターが結合する DNA の部位は、アクチベーター結合部位と呼ばれる。アクチベーターの基本転写装置とのタンパク質感、相互作用を行う部分は、活性化ドメイン、または活性化領域と呼ばれる。大部分のアクチベーターはプロモーターに近接して、存在する調節配列に配列特異的に結合し、基本転写装置と相互作用することで機能し、 基本転写装置のプロモーターへの結合を促進する。他のアクチベーターは RNA ポリメラーゼをプロモーターから解放し DNA に沿った進行を開始させることで遺伝子の転写の促進を助ける。また RNA ポリメラーゼはプロモーターから離れた直後に一時停止するがアクチベーターはこの一時停止した RNA ポリメラーゼの転写の 継続を可能にすることで機能する場合もある。アクチベーターの活性は調節を受ける。一部のアクチベーターにはアロステリック部位が存在し、特定の分子がこの部位に結合した場合にのみ、アクチベーターはオン状態となって機能する。アクチベーターの翻訳語就職も活性を調節し、就職のタイプや就職されるアクチベーターに依存して、活性が増大したり低下したりする。 一部の細胞では複数のアクチベーターが結合部位に結合する。これらのアクチベーターは協調的に結合し、相乗的な相互作用を行う。アクチベータータンパク質は DNA 結合ドメインと活性化ドメインという二つの主要なドメインから構成される。DNA 結合ドメインは配列特異的に DNA に結合し、活性化ドメインは 他の分子との相互作用によって遺伝子の転写を増加させる機能を持つ。アクチベーターの DNA 結合ドメインにはヘリックスターンヘリックス、ジンクフィンガー、ロイシンジッパーなど様々な構造がある。こうした DNA 結合ドメインには特定の DNA 配列に対する特異性があり、特定の遺伝子のみを活性化する。活性化ドメインにも様々なタイプがあり。 アミノ酸配列によって、アラニンリッチドメイン、グルタミン酸リッチドメイン、酸性ドメインなどに分類される。これらのドメインによる、相互作用は特異的ではなく、様々な標的分子と相互作用する傾向がある。アクチベーターには、アロステリック部位が存在する場合もあり、アクチベーター自身の活性化と不活性化を担う。DNA 二重螺旋の溝の内部では、 塩基体の肝能元が露出している。DNA の配列は水素結合、イオン結合、素水性相互作用が可能な独特な表面のパターンを形成する。アクチベーターも特有のアミノ酸配列を持っており、その側座が DNA の肝能元と相互作用する。アクチベータータンパク質を構成するアミノ酸側座のパターンは、 アクチベーターが結合する特定の DNA 配列の表面の特徴と相補的となる。アクチベータータンパク質のアミノ酸と DNA の関能元との間の相補的な相互作用により、アクチベーターとその調節 DNA 配列との間にはぴったりとフィットするような特異性が形成される。アクチベーターの大部分は二重螺旋のより広い溝である。 シュミゾに結合するが、副溝ゾに結合するものもある。アクチベーター結合部位はプロモーターに極めて近接している場合も、遠く離れている場合もある。調節配列が遠く離れている場合、結合したアクチベーターが、プロモーターに位置する転写装置と相互作用するために DNA はループを形成する。原核生物では、複数の遺伝子が共に転写されるため、複数の遺伝子が 同じ調節配列によって制御されている。真核生物では遺伝子はここ転写される傾向があり、核遺伝子は自身の調節配列によって制御されている。アクチベーターが結合する調節配列はプロモーターの上流に位置するのが一般的であるが、下流に存在する場合や、真核生物ではイントロン内に存在する場合もある。 調節配列へのアクチベーターの結合は RNA ポリメラーゼの活性を可能にすることで遺伝子の転写を促進する。転写の促進は転写装置のプロモーターへのリクルートや RNA ポリメラーゼの身長反応の継続の開始など様々な機構で行われる。リクルートアクチベーターによって制御される遺伝子は必要な転写装置をプロモーター領域へリクルートするために アクチベーターの調節配列への結合を必要とする。アクチベーターと RNA ポリメラーゼとの相互作用は、原核生物では大部分が直接的なものであるが、新核生物では間接的なものである。原核生物では、アクチベーターは RNA ポリメラーゼのプロモーターへの結合を助けるために直接的な接触を行う傾向がある。深核生物では、 アクチベーターは主に他のタンパク質と相互作用し、これらのタンパク質が RNA ポリメラーゼと相互作用する。原核生物原核生物においてアクチベーターによって制御される遺伝子のプロモーターは RNA ポリメラーゼ単独で強固な結合を行うことはできない。そのためアクチベータータンパク質が RNA ポリメラーゼのプロモーターへの結合を補助する。 これも様々な機構で行われ、アクチベーターは、プロモーターがより露出するよう DNA を屈曲させて、RNA ポリメラーゼが効果的に結合できるようにしたり、RNA ポリメラーゼと直接接触して、プロモーターへ固定したりする。深刻生物深刻生物では、アクチベーターは遺伝子の転写を促進するために、様々な標的分子をリクルートする。 アクチベーターは他の転写因子や転写開始に必要なコファクターをリクルートすることができる。アクチベーターはコアクチベーターと呼ばれる分子をリクルートする。コアクチベーターはアクチベーターに代わってクロマチンの収縮など転写開始に必要な機能を果たす。真核生物の DNA はより高度に凝縮しているためアクチベーターはクロマチンを再構成して転写装置が プロモーターにアクセスしやすい状態にするタンパク質をリクルートする傾向がある。一部のタンパク質は DNA 上のヌクレオソームの配置替えを行い、プロモーター部位を露出させる。他のタンパク質は翻訳ご就職によって、ヒストンと DNA の結合に影響を与え、ヌクレオソームへ強固に巻きついている DNA を緩める。リクルートされた分子は全て強調的に機能し、最終的には、 RNA ポリメラーゼをプロモーター部位にリクルートする。RNA ポリメラーゼの解放アクチベーターは RNA ポリメラーゼに対しプロモーターを離れて DNA 上を移動し転写開始を行う要シグナル伝達を行うこともできる。RNA ポリメラーゼは転写開始直後に一時停止することがあり、この一時停止状態から RNA ポリメラーゼを解放するために アクチベータータンパク質が必要となる。この一時停止した RNA ポリメラーゼの解放には複数の機構が存在する。アクチベーターは単に RNA ポリメラーゼが移動を継続するようシグナルを伝達することで作用する場合もある。RNA ポリメラーゼが転写を継続できないほど DNA が凝縮している際には DNA を再構築して障壁を除去する。 タンパク質をアクチベーターがリクルートする場合もある。また、RNA ポリメラーゼが転写を継続するために必要な転写身長因子のリクルートを促進する場合もある。アクチベーター活性自体も様々な方法で調節され適切な時期とレベルでのアクチベーターによる遺伝子転写促進が保証されている。アクチベーターの活性は環境刺激や 他の細胞内シグナルに応答して増大したり低下したりする。アクチベータータンパク質の活性化アクチベーターは遺伝子の転写を促進する前にオン状態になる必要がある場合が多い。アクチベーターの活性は DNA の調節分への結合能力によって制御されている。アクチベーターの DNA 結合ドメインには 活性型と不活性型があり、アロステリックエフェクターと呼ばれる分子が、アクチベーターのアロステリック部位に結合することで制御される。アロステリックエフェクターが結合していない状態のアクチベーターは不活性型である。不活性状態では、アクチベーターは特定の調節配列に結合することができず、遺伝子の転写を調節する作用を持たない。アロステリックエフェクターが、 アクチベーターのアロステリック部位に結合すると DNA 結合ドメインにコンフォーメーション変化が生じアクチベーターの DNA への結合と遺伝子発現の増大が可能となる翻訳語就職アクチベーターの一部は細胞内での活性に影響する翻訳語就職が行われるリン酸化、アセチル化、指チン化などの就職がアクチベーターの活性を調節することが 観察されている。付加される化学元やアクチベーター自身の性質に依存して翻訳後就職はアクチベーターの活性を増加させたり低下させたりする。例えば、アセチル化は一部のアクチベーターの DNA、結合親和性を増加させることで活性を増大させる。一方、指基地ん化はアクチベーターがその機能を終えた後の分解の標識となるため、 アクチベーターの活性を低下させる。原核生物では一つのアクチベータータンパク質で転写を促進することができる。一方、真核生物では通常は複数のアクチベーターが結合部位で組み立てられ複合体を形成することで転写促進作用を果たす。これらのアクチベーターは結合部位に協調的に結合し、あるアクチベーターの結合は他のアクチベーターや 転写調節因子の結合部位への親和性を高める。こうした場合、アクチベーターは互いに相乗的な相互作用を行い、複数のアクチベーターが共同することで達成される。転写速度は、それらが個々機能する場合の相加効果よりも、はるかに高いものとなる。大腸筋エシュリキアコライでのマルトースの分解は、遺伝子の活性化によって制御されている。 マルトースの以下を担う酵素を高度する遺伝子はアクチベーターの存在下でのみ転写が行われる。マルトースの分解を担う酵素の転写を制御するアクチベーターはマルトースの不在下ではオフ状態となっている。この不活性型の状態ではアクチベーターは DNA に結合して遺伝子の転写を促進することはできない。細胞内にマルトースが存在する場合にはマルトースは アクチベータータンパク質のアロステリック部位に結合し DNA 結合ドメインのコンフォメーション変化を引き起こす。このコンフォメーション変化はアクチベーターをオン状態にし特定の調節配列への結合を可能にする。アクチベーターの調節部位への結合は RNA ポリメラーゼのプロモーターへの結合を促進して転写を促進し細胞内に移行したマルトースの分解に必要な 酵素の酸性を引き起こす。カタボライト活性化タンパク質、または、キャンプ受容体タンパク質は、大腸菌のラックオペロンの転写を活性化する。環状アデノシン一輪酸は、グルコース飢ガ状態で酸性され、CAP に結合するアロステリックエフェクターとして採用し、CAP のコンフォメーション変化を引き起こして、ラックプロモーターに近接する部位への結合を可能に、する。 その後、CAP は RNA ポリメラーゼとの直接的なタンパク質感、相互作用によって RNA ポリメラーゼをラックプロモーターにリクルートする。ラックオペロンの詳細、ありがとうございます。